青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day. Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it. ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と太田美智子です。さて、ただいま現在タイアップ曲特集ということで、CM タイアップなどがね、こう流行したしました1977年をスタートに78、79、80、81、82、83、84、85、86、そして87年まで来ております、はい。もうね、87年まで来るともうついこの間みたいなもんですからね、うん、皆さんの記憶にも新しいと思いますが、うん、まずは先週振り返ってみましょうか。はい、先週ヒントになった曲が森川ゆかりさんのショーミーでした。 はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、うん、中山美穂さんで派手お、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、うん、風間三姉妹でリメンバー、はい、そして売れ何位になったでしょうかは柏原芳恵さんでアリエスでした。はい、はい、どれもこれもね、もう記憶に新しい曲ばかりですけれども、はい前回はテレビドラマ主題歌ということでしてね、はい、その1回目が CM 曲特集とでいきまして、うんうん、本来ならね、今回は映画特集といきたいところですが、はい、うんうんうん、ね、いろいろと、はい、皆さんテンション上げたい事情もありまして、はい、もう一度 CM 曲特集です。あ、 CM の方か。はい、もうね、前回とかも言ってましたが、もうこの辺りになってくるとね、うん、もう CM にその言うたらタレント歌手アーティストが出てくるのは当たり前で、うんうん、その時に新曲も流れるみたいなね、はい、タイアップの仕方も当たり前なんで、うん、もうパッと聞いて、うん、何の CM かが思い出せたかどうか。あー、それはあるよね、あるよね、うん、まあ、そんなも含めてね、はい、早速いきたいと思いますが、はい、まずは1987年、うん、CM ソングのヒット曲ということで、ヒントとなる曲はこちらです。Oh!
今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何曲でしょう。チェッカーズ、はい、タイトルなんやろ。I love you さよなら、そのままやな。はい、I love you であのコロンが入ってさよならですね、うんうん、はい、え、これは何の CM でしょう。これカセットでしょ。ブ、あ、違う違う違う、あ、これなんだろう、記憶あるわ。本人らも出てましたね。出てた出てた、はいはい、なんやろ。あれ、さよならってローマ字じゃなかった。いや、ローマ字やで。そうやな、うん、マクセルじゃないの。ないね。コンポ。あ、違うね。わからん。セイコー、はい、アベニュー、腕時計、ね、あ、腕時計か。そうそう、なるほど、はいはいはい、ということでして、まあ、チェッカーズですからね、はい、人気ありましたが、売り上げがなんと 25.8万枚。最高位は2位です。あ、2位なんや、ね、まあ、こんなんでね、あの本人で作ってますからね。作詞フミヤで、作曲がドラムの大鳥くんですね、うん、はい、ということでした。ということで今週はこの曲がヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲の様々な謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1987年のオリコンチャートの中から CM タイアップ曲を4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。はい、見事正解した方には生放送中に私よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。はい、化粧品以外となっておりますのでね。はい、はい、それでは早速いきましょう。あ、ランキング重視です。ランキング同じ場合は売り上げの順番に並べ替えてください。はい、それではいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。このナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーでーす。
2曲目はこのナンバーです。はい、OK でしょうか。続いていきましょう。はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。の3曲目はこのナンバーです。はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーでーす。でしょうか。はい、ね、いずれ大人のヒット曲だと思うんですけれども、はい、
つい昨日のことのようですけどね。いやだって私これ12歳やろ、12歳ってことは37年前やろ。びっくりするわ。はい、はい、まとまりましたか。はい、それでは早速大田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？4曲目。2番目に売れたのは？1曲目。3番目に売れたのは？3曲目。一番売れなかったのは？2曲目。おお、その理由は？これね、うん、4曲目ね、はいはい、めっちゃモノマネとかでもめっちゃそのワインレッドの心と並ぶぐらいされるじゃないですか。はいはいはい、だからやっぱ売れてると思うんですよ、うんうん、そんなになんかテレビで歌ってるイメージないねんけど、うん、でもやっぱりそんだけ真似されたりするってことはやっぱそれだけ認知度が、ね、はい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 、広いってことやし、まあ、あの2年前の、うん、曲が2位まで行ってたんで、はい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 、なんやったかな忘れたけど、うん、やったかさっきちょっと見てたらね、うん、資料を見ておりました、はい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 、なのでまあまあ、結構上位までいったんじゃないかなということで、うんうん、4曲目を1番にしました。なるほど。でこの1曲目の方も、うん、この1年前、うん、6位やったんで、はいはいはい、でもこれめっちゃ売れてると思うね、うん、これとあのストッツってやつと、うんうんうん、めっちゃ売れてると思うねだから、それ2番目。なるほど。で3曲目地味じゃないですか。そうやな。でもこの2曲目、うん、最初誰が歌ってて何みたいな感じやったんですよ、はいはいはい、CM で流れてて、うんうん、なんのちゃんが出てたからね、はいはいはい、そっちの方がインパクトが強くて、うん、でこの当時そこの会社バレーボールがエグ強だったので。なるほど、ね、そう人気選手とかもいっぱいいたから、うん、歌ってる人よりも、うん、曲よりもその出てる人がもうそもそも人気があったので、うん、なんやったらクレジットも出てなくてしばらくしてから出たみたいな感じの記憶があるから、うん、売れたと見せかけて4番目やと、うん、なるほどね、うん、で3番目の方はやっぱりそのアーティストパワーがあるので、うん、なんか変な曲ですけどまあまあみんな、ね、かっこいいって感じで買うのかなと思いまして、私は4、1、3、2にしました。今日ちょっと自信あるで。なるほど、では皆様のコメントご紹介しますね、うん、ダーハマさんが1423、クライさんが4132、うん、伊坂さんが1243、うん、モーリーが4123、チャーリーシンさんが2134、うん、岩本先生が1432となっております。なるほどね、はい、うまく分かれましたね、うん、それではよっとほら回答と解説に移りましょう。クライさん早速じゃ今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこれですけれども誰の何中曲、はい、チューブでサマードリーム。なるほど。これ何の CM でしょう。これ飛行機でしょう。なんでえな。旅行。なんでえな。えビール。いやファン層考えや。こう聞く。えヨーグルト。なことないやん。なんやろ。えちゃうの。あ、わかった。三ツ矢サイダー。あ惜しいな。そっちじゃないな。スプライト。スプライトの CM なんか見たことあるか？え、コーラ。ここはコーラやろ、うん、コーラといえば、うん、コカ・コーラで見たことあるか？そうやんな、うん、三ツ矢サイダーが近いということは近い近い近い。え、もう一個ない いとこみたいなもんや。三ツ矢サイダー。キリンレモン。正解です。キリンビバレッジのキリンレモンの CM ソングです、うん、もう5枚目のシングルですね、チューブにとってはということで、うんうん、売り上げがなんと、はい、21.9万枚。21.9万枚、うん、最高位は3位です、うん、あ ね、だから前あのシーズン・イン・ザ・サンと並ぶヒットということでね、うんうんうん、まあ、あのベスト10では1位になったそうです、うんうん、だから人気あったのでちょっと、ね、そういう若者たち、ね、うんうん、もうなんかあのお父さんの寝巻きみたいな、うん、ダルダルのタンクトップ、ダルダルじゃないピチッとしたタンクトップか、タンクトップ着て短パン履いて、あれ今見たらめっちゃほんまお父さんの寝巻きみたい、昭和のお父さんの寝巻きみたいな感じだけど、あの時あれがかっこよかった、かっこよかったのかな、うん、もう そこかっこいいと思ったことないんだけどなそれは 違うんですよね、きっとね、見てるところが、はい、はい、続いていきましょう。今週2曲目にお聞きいただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですけれども誰の何中曲。徳永英明さんで、うん、輝きながら。はい、これ何の CM でしょう。これ富士フイルム。はいはいです。はい、
はい、これはよく覚えてますか？めっちゃ覚えてますよ、ね、ナノさん出てたし、ね、うん、でこの頃河合さんとかね、あの辺が人気あった時代なので、うん、でめっちゃ強かったんですよ、はい、私は新日鉄堺のファンだったんですけどね、うん、だからすごい覚えてますよ、河合さんとかも出てましたよ、はいはいはい、うん、これ徳永さんにとってはね、これ4枚目シングルでして、はい、シンガーソングライターなんですけど、デビューして3曲が全然売れなかったので、はい、でこれではあかんということで、うん、これ作曲鈴木喜三郎なんですよね、うんうんうん、で鈴木喜三郎というと、うん、かの有名な H2O、はい、思い出がいっぱいあります。ですよね、古いアルバムの中でって似てるなと思う。中にいいですけどね。そうそう、あそうね、はい、ということで、まあ、その方も多めに見ましょうよ。中川内さんよりは前です。ああ、そうなんですか。もうちょっと後です、中川内さんは、ね、なるほどね、はい、うん、ということでして話題となりました、はい、売り上げがなんと、はい、28.7万枚、はい、最高位は4位です。ああ、でも4位までいったんやね。まあ意外とね、見たらシュッとした男前だってことやっぱりそうですよね、うん、一緒やろ一緒やろ、ね、そうですか。あ、まあまあそうかね、もしかしたらやっつけ仕事とかもしれないですね。あ、まあまあ、そう、新人というかね、売れてないミュージシャンにちょっと作ってたってやみたいな感じに言われて、あるかもしれないですね、分かるんですけどね、はい、続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただいたのはこのナンバーでした。よいしょ。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、ナーバス、うん、グラマラス、あ、いや一個単語言うな、ナーバス、あ、分からへんわ、ナーバスバットグラマラスな、あ、ナーバス、うん、バット、うん、グラマラス、うん、神経質だけどグラマだみたいなね、うん、これは何の CM でしょう。これはコンポじゃないの。そうですね、うん、この頃全部ね、はい、やってました。ソニーミニコンポリバティ、うん、ずっとレベルから担当されました。リバティでしたね、はい、でこの曲なんですけれどもね、うんうん、地味な変な曲ですよ、はいはい、ただ歌詞がね、うんうん、すごい、えぐいよね、女子のね、そうそう、女子のいいところついてますよね。いいところついてます、いいところついてます、共感できますか。ほんで、男のいいとこついてますよね。あ、そうするよね、そのイラッとするよねみたいな、ね、なんかね、別にそんな大したことじゃないやんっていうようなことをやるけど、彼女とかからするとイラッてするっていう、もうほんま そこいいとこついてますよね、まあ、さすがです、さすがの子ですよね、うんうん、でこの頃からレベカがね、ちょっとそのデビュー当時 の, そのビートニューウェーブロックみたいなのから、うん、これちょっとファンキーなところに行き始めて、うんうん、もう A メロのメロディー絶対覚えられないなこれな。そう、まあ、カラオケではちょっと歌えないですね、絶対無理、まあ、そんな地味なことも相まって、うん、売り上げがなんと、うん、9.8 万枚わー、そうか、最高位は7位です、うん、あ、そう、そらそうよね、あ、輝きながらの方が上か、そらそらそうよね、そうか、キャッチーさで言えば、いかなレベルかといえど、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。一人ずつじゃ喜べそう、さあこの曲ですけども、誰のなんちゅう曲、安全地帯でジレッタイ、はい、これ何の CM でしょう。いや、これが CM やった印象がない。ああ、そうですか、はい、これですね、はい、太陽誘電のカセットテープ、うん、ザッツ、ちょっと新しく出てきたカセットのザッツってあった、あった、売ってたの、知らん、カセットのね、ちょっとカラフルなやつかな、ああ、ちょっとそうかもね、割とこう90年に見てるのこう新しく出てきたカセットのちょっとカラフルなやつ、はいはいはい、ザッツって書いてあるやつ、なんかあったような気がする、ピンクとか緑とか黄色とかあって、そうか、そうそうそう、それで長さが違ったりとか、あ、そうそうそう、持ってたかも、はい、ああ、そう言われてみればそうやな、あったな、はい、うん、ということでして、はい、まあ安全地帯この頃人気ありましたからね、うん、売り上げがなんと、はい、12.3万枚、はい、最高位は、うん、2位です。あー、そこ、ね、モーリーか、モーリーか、ね、まあ、売り上げ的にはね、ちょっとまあね、うん、ちょっとまあ渋い曲というのもあったんですが、うん、まあそこのね、アーティストパワーありましたので、そうですね、うん、ということで4、1、2、3、うん、ということで、モーリー正解です。はい、おめでとうございます。久しぶりじゃないですか。久しぶりよね。はい、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて
今週は1987年のオリコンチャートの中から CM 曲を お聴きいただいておるわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーでーす。その A メロとかサビとかの最初の1音目が想像を絶するとこから入んねんね。そうやな、そうやな、なんかあそこみたいな、そこ行くみたいな感じ。やっぱすごい才能ですよね。山下達郎さんでフィッシュ、あ惜しいな、それでインパクトなさすぎよね。分からへん、踊ろよフィッシュ、そうやな、当然そうですよね。踊ろよ踊ろよ天フィッシュ、踊ろよ天、はい、フィッシュ、フィッシュ、カタカナでいいですよ。ああ、フィッシュ、うん、はい、16位、はい、なるほど。ダーマさん14位、うん、チャーリー・シンさん17位、うん、モーリー16位、伊坂さん9位、うん、岩本先生19位、うん、クライさんがフィッシュ、魚、サルゴリラのコント、サルゴリラということで、さ3×5 で15位。なんぼだね、無理があるやろ。この頃サルゴリラはまだ2歳とかだよ。そうやな、もうちょっと言ってるかな、言ってるかどうやろうか。さあこれ何の CM でしょう。これあれテープですよね、違うの、マクセル。あ、もうこの頃マクセル CM なんかやってないですよ。あ、やってないんです、うん、じゃあフィッシュバーガーのせい。安直すぎるやん。あ、バーガーだ、ツナ、ツナ、ツナ缶。あ、いやんちょ、そんな安っぽい企画を引き受けると思うか。そうですか、タッツァンが。わかんないです。タッツァンといえばですよ、言えば旅行、おお、どこへ、どこへ、ハワイ、グアム、サイパン、そんなん、アメリカ、もうそんなん、あ、オーストラリア、行き過ぎ行き過ぎ、行き過ぎ、そんなんまだそんなんえ、ハワイじゃなくて、もうそんなんほっといてみんな行くからさ。あ、シンガポール、シンガポールっぽくないやん。うん、全然わかる。沖縄、そうですよ。あ、沖縄、全日空沖縄キャンペーンソングですよ。ああ、うん、はい。だから高気圧ガールとかと同じな感じでね、うんうん、まあ、発注が来まして作った時って、まあそれっぽい感じですよ。はい、はい、ということでして、売り上げがなんと、はい、3.8 万枚、はい、最高位は、うん、19位です。ああ、岩本先生正解でした。おめでとうございます。ということでしてね、もう何やろね、もうなんかこうもう30過ぎてんのにこんなん嫌やと思いながら作ったらしいですけどね。そうなんや。だからちょっと変なとこ行ったり入るんやろな、多分ちょっとぐらいやらせるみたいな感じでしょうね。ということで、あとまあ来週もまたしばらく続きます。1980年シリーズお楽しみにしてください。サンドスリーもお届けした、僕、佐田翔輝と太田美智子でした。